シャドウ DN5 は、シャドウレーシングカーズが1975年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。改良型の DN5 バイトは1976年シーズン、及び1977年の序盤2戦で、使用された。DN5 および5バイトは、ポールポジションを3回、ファステストラップを2回獲得している。決勝最高位は3位が2回で、いずれも、 トム・プライスが獲得した。シャドウ DN5 はトニー・サウスゲートによって設計された。前年に使用された DN3 の発展型であり、空気力学的に洗練されており、重量配分も再構成されていた。翌シーズンは改良が施され、DN5 バイトとして投入されたが、ラジエターインテークの形状が変更された以外は大きな変化はなかった。 チームのメインスポンサーであった UOP はスポンサードを取りやめた。トム・プライスがドライブする DN51975 年アメリカグランプリ DN5 は予選で何度か好成績を残し速い車であることを証明した。実際シーズン開幕戦のアルゼンチングランプリではジャリエがポールポジションを獲得している。しかしながら決勝では ギアボックストラブルのためウォームアップラップを完了できずスタートすることができなかった。次戦のブラジルでもジャリエはポールポジションを獲得し決勝ではファステストラップも記録したが32周目に燃料システムのトラブルでリタイアしている。結局車の低い信頼性といくつかのミスによりジャリエのこのシーズンの完走は2回のみであった。最高位は スペイングランプリの4位で、このレースは死亡事故が発生したことで途中で打ち切りとなり、ポイントは通常の半分であった。シーズン後半のオーストリアとイタリアで、ジャリエは DN5 に変えて、マトラ V12 エンジンを搭載した DN7 をドライブしている。トム・プライスはシーズンの序盤2戦を前年の DN3 を改良した DN3 バイトで戦った。プライスは第3戦から、 DN5 を使用したが、ジャリエよりも好成績を残した。プライスは6位を3回、ドイツグランプリでは4位、オーストリアグランプリでは3位に入賞している。彼はまた、イギリスグランプリでは、ポールポジションを記録したが、ブラジルでのジャリエ同様レースの大半をリードしながら、リタイアした。1976年シーズン、DN5 は、B スペックへのアップデートが行われた。しかしながら、 信頼性は大きく改善されたものの競争力は不足しシーズン後半には顕著になった。ジャリエはブラジルグランプリで予選3位となり決勝の大半を2位で走行したものの結局はクラッシュ、リタイアとなった。プライスは3位に入ったがこれがこのシーズンにおけるチームの最高位となった。両ドライバーとも定期的にトップ10入りしたがポイントにつながったのは プライスのブラジルでの3位とイギリスでの4位のみであった。プライスは第12戦オランダグランプリから新型の DN8 にスイッチしたが、ジャリエは DN5 バイトに乗り続けた。DN5 バイトは1977年シーズン序盤も使用され、新人のレンツォゾルジが2戦でドライブした。開幕戦アルゼンチンはリタイアしたが、DN5 バイト最後となったブラジルで、 ゾルジは6位に入った。1976年シーズンのポイントのうち3ポイントは DN8 による1977年シーズンのポイントのうち22ポイントは DN8 による。ありがとうございます。